遅くなりました家帰ってしようとしたら結構遅かったこんばんはあきおめあきおめあきおめ鼻息 <laughs> おいおい鼻息言うな <laughs> 鼻息言うな <laughs> は鼻息 鼻鼻息ですなはなおなななななんかえなんか今おみくじ今日出たんですけど <laughs> 誰やうパンチョさん今今今今日出たよなすごいおみくじこんばんはみんなこれはねあれよギャップのトレーナーこんばんは そうカラコンね間違えて買っていつもと違う鼻息ってい鼻息が荒いっていうかさその鼻で頑張って私も生きようとしてるんですだ悪いことではない鼻息が荒いことはもう俺の中で平いままいくら鼻息 <laughs> じゃあなんかさ口呼吸ってよくないらしくて。 あ、言い訳します言い訳します今から言い訳します私あの <laughs> あんま良くないらしくてこうなんか菌が入りやすかったりとかで何日後や4日後成人式なんです成人式までにコロナにかかってたまるもんかと思ってっていうのはまあすっごい言い訳に過ぎないんですけど <laughs> 元から鼻毛荒いんですけど余計ちょっと意識するようになりましただから寝る時とか、もうみんな口呼吸 あかんねんねってだから口呼吸テープみたいなこう口を押さえるテープとかもあるらしくて悪いこっちゃないねん <laughs> 悪いこっちゃないからそのさっきツイッター見たらあの「今日の鼻息は坂田」だったらしいですもう冤罪よ冤罪を受けました私は濡れ着せられましたよ <laughs> <coughs> こんばんばはでもさ今の時期ってさ乾燥するやん暖房つけてたらやからさなんどの喉痛いたいかが分からへんくてさ乾燥の喉痛いたなのか火事なのか果たしてコロナなのかみたいなさむずいよなねでもメンバーもちょくちょく増えてきてるから、まあ、いつなってもおかしくはないからねみんなもほんま気をつけてくださいよ そうの劇場のねマイクも音を拾ってくれはってるんです多分 <laughs> いいマイク使ってはるんですわゆうかハッピーニューイヤーいっぱいありがとう <coughs> ね口呼吸よくないんやって <laughs> そだから今日の MC によってはこれから今後チーム N の「 MC で MC というかね鼻息が聞こえたら全部私みたいなことになっちゃう可能性が出てきてでも私はもうマイクを下げるっていうのを教えてもらってなので今後聞こえてくる鼻息は私ではないです私はマイク下げるプラス息止めてるのではいなので安心してください皆さんお互い新成人お新成人 おめでとうございます自分もわ <laughs> <ワ> <laughs> なんかね枕元に置くなんか,かちっちゃい加湿器みたいなちょっとマスクして寝,寝たらいいんかな。 そうよねなんか感想のどいたって思ってでもさそう怖いよな <laughs> ね久しぶりの N 公演「N コン」自分1ヶ月は経ってないか多分前出たのが12月19でそうよね約1ヶ月ぶりぐらい約ねいや3週間ぶりぐらいか思ったなちょっと。 ねインフルも流行ってるからダブルでかかったりしたら怖いよな今日の MC での鼻息おもろかっほらもう鼻息の印象しかついてへんてついてへんて <laughs> 秋,み秋山市おめでとうございます皆さん MC 最強ね今日の MC おもろかったなミュ夢もめっちゃおもろかった <laughs> ちょっと皆さんぜひ DMM 見てください12時になったら出るので <laughs> そうこれからは坂田ってことにしよう今後の N の鼻息は <laughs> 今日初めて舞ちゃんのダンス見たけどせやしなかと思っうわ嬉うれしい 嬉しいんは「鼻息も個性でいいさ優しい優しい <laughs> 優しいねそんな鼻息まで受け入れてくれる寛大な心をお持ちで皆さんでもさマスクして寝てもさ起きたらないねんなマスクが, <laughs> それがさ。さそそれこそ ホテル泊まりの時とかはマスクして寝るんよなんかなんかホテルってめっちゃ乾燥せんだからマスクして寝たらめっちゃなんか乾燥,乾燥するじゃんマスク外れてんの起きたら待ってガチ可愛い同い年の女性としてわあ嬉しいそうなんかね成人式のやつとか見てたらさこうインスタとかでもね見てて前撮りしたみたいな。 あるんやけどもうみんなさ同い年に見えへんのよっこの子も二十歳みたいな子がいっぱい SNS 上にあふれててとかなんか髪飾りとか追加で見てた時とかもまあ見てるってことはさ成人し成新成人の子たちやんかえこの子も同い年なんやと思ってもう最近のは大人っぽい <laughs> 大人っぽいみんな。<laughs> <laughs> えそうネイルね予約しとってんけど折れた爪爪折れたしなんかもうネイルチップ買った <laughs> そでもそうなんよ仕事が入った時にあんまそういうなんていうん仕事柄あんまネイルない方がいいっていうお仕事とかを作こ任せていただくこととかもあるからさってなった時に。 やっぱりネイルしてたらすぐ落とせるもんでもないから私はネイルチップで行こうと思ったもっとそうね余裕ができたらネイルしたいなやっぱネイルっていいって言うよね女の子、まあ、今はもうなんか女の子とか限らずどんな人でもやるかもしれんけどさなんか気分上がるみたいな言うけど一生実目です私は。 成人式の髪型ね、大体決まってるかな。<laughs> おもろいな。ミ <laughs> ユのあれおもろかったな。ほんま。しゃがみをね、あれはちょっと今後。 エヌで流行る可能性があります。ねえ、ないよな、まあ、そう、それううこそ、まめっちゃさ。あのー、寝相悪いから。そう、すぐ落ちる。吸気性結構喋った。いや。ぼちぼち。<laughs> そうなんかね私名前全員覚えたんです覚えてメイクしてるとこ行って「丸丸ちゃん丸丸ちゃん」〇〇ちゃんみたいに <laughs> 当,当ててたいちゃんならどんないちゃんも受け入れますありがとうございます <laughs> 嬉しいねあいぴとは同い年にまあぁ舞かどうなんやろう 幼く見えるのかない,いかって大人っぽいね壁車も変わってめっちゃ漏れてたよなみんな目がキラッキラしてたなんか透明感っていうんかなめっちゃ 3D というかさ綺麗かったよな大人っぽいんかな大人っぽいんかなどうなんやろ なんかね自分的に一番大人っぽかったのが高2なんよ。いや高,高3かな高2高3が自分の中でむっちゃ大人なんて言うほんまにその高17とかの時にもう23とかにむっちゃ間違えられてるぐらい <laughs> 老けてたんかなでも NMB 入ってやっぱり最初。 研究生かからら始まるからさ、メイクとかもやってもらうからそこで年相応になったのかなどうなんやろうんもう今ちょうどなんか二十歳の女の子って感じしん,なんか <laughs> 大学生みたいか大学生みたいな感じじゃないどうなんやろほんまはい中学生の子とかも大人っぽいからねみんな。 マイティは子供っぽぽささと大人っっが今日 <laughs> だ…喋たら子供かもなこんにちは今日はありがとうこちらこそありがとうそうよいまだに名前そばもね覚えれんかったけど YNN とかそれこそお披露目お披露目お披露目はあれか なんかやっぱりね画像ロック画面とかにしてたらすぐ覚えれた毎日見るからね今年の何やた。確かにあんちゃんあんちゃんも黙ってたら大人っぽいんやけど喋ったらもう暗示が出ちゃうから <laughs> いやタコさん何な,んなんやろな いつっけなえでもタコさん時代のプリクラを誰かに見せた時になんかもうえ覚えるやんみたいな <laughs> ちょっとこれじゃあ,あれに載せますあのファ,ファンプラみんなってさプリクラとか興味あんの <laughs> ワイは興味あってんプリクラ。 女の子いっぱい撮るからでもさファンの人どうなんやろうと思って顔ちゃうわけやんプリクラってしかも今今のね実際のプリクラ知ってるみんなもうなんかね目の横幅縦幅とかちょっとつり目垂れ目とか顔の輪郭もなんかオモさん向けとか丸顔さん向けみたいなもうなんか一回撮ってみみんな <laughs> 撮ってみ しかもさもう自分はさもうみんなに顔見られてるわけやん普段からだからもうめっちゃ加工しても意味ないなと思ってインスタとかもまあ、ニキビとか書くすけどさ加工せんけどさプリクラってほんまにあれやからね顔ちゃうで <laughs> ねプリクラの顔のまま生活したいもん、まあ、Y18 の時な26は <laughs> ウケすぎる <laughs> いや大人っぽかったんやろうね多分老けてるというか大人,大人っぽい NMB そうう入るとね若返るだからさ吸気扇のブログとか見ててもさみんな写真むっちゃ大人っぽいんよえっこれ中学生みたいなでもやっぱりこう髪の毛ストレートでってなったらちょっと幼く見える そうなのよ高校の時からねなんか服も結構大人っぽいのを着てたんよ可愛らしいのじゃなくてもうそれこそこう中学生からロングコートとか着てたかもしれない <laughs> やからかなジャ,ケットジャケットとかを着てたから若い頃から今も若いはずなんですけど。 ねおこんばんはねてんてんなちゃんとかも大人っぽいよね見えへん見えへんねプリクラ顔ちゃうからな需要あるんやプリクラってほんまに原型ないで言うけど言うけど昔のプリクラはまだあったとしても今のプリクラはほんまにないで <laughs> プリクラか、あ最近撮ったかな、まあ、メンバーとユニバ行った時とかも撮るしそうねうん撮るっちゃ撮る15年ぐらいプリクラもうほんま変わってるよ進化なんかねすごいよすごいのプリクラまでシールが透けちゃってんねんもんか <laughs> シールがね、ねすっげやねんもうそれだけでもすごいのにさすっごいなプリクラの技術あそのままが好きウレピーそうまあでもなんやろ思い出作りというかさやっぱ今、今でも昔のプリクラを見てさ思い出話に花を咲かせることもあるからさ 友達となんか楽しいよなプリクラってなんか楽しいしかもね名前もなんかね難しいのばっかやのなんかなんやっけなすっごい名前のプリクラ機ばっかこんばんは。<laughs> 雪乃とかも砂っぽいもんなフ <laughs> フえそうなんだよ確かにお披露目みんな前髪重くなるかもでもお披露目の時に美容室行って前髪重たくなったやっぱね前髪ってむっちゃ大事やと思う ほんまになんかねうんやっぱ薄いと垢抜けて見えるしアイドルはプリクラえそう思ってんなんかうんみんな実物無加工の方がかわいい実物の方がかわいいなって思うプリクラなんか取らんでもみんなかわいいねこんばんは そそうそうプリクラででお化粧できんの今ってなんかねもうカラコンアイシャドウ眉毛まつげリップとかもう全部だからすっぴんで撮ってもメイク完成みたいな感じなんの <laughs> すごいよなうわなんか撮りたくなってきたでも昔はそれこそもう高校時代とか毎日のように友達と撮ってたからさプリクラ機が欲しくて家に <laughs> 家にあっても取らんはずやいのにめっちゃ欲しかったでもねもうなんか何百万とかするらしい調べたもん欲しすぎてじゃあ高かった <laughs> わっ舞一君ありがとうねえフフいくら楽しい ええしかもしかもしかもわおみくじ長期じちゃう <laughs> し,かしかも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 いつの間にかおみくじがおみくじじゃん <laughs> プリクラが500円になってて今までずっと400円やってでたまになんか300円のとかあるみたいな感じやってんけどまさかの500円やしユニバとか行ったら確か600円やった気がするやばくない いつかいつかお札入れが出ちゃう出るんかな1000円札入れついてさ1回1000円とかたっけわっまるるまるるか中吉ありがとうあ私は今年中吉でしたおみくじ引いたらわっお餅もありがとう 4人でプリ取りに行ってそうみんなで割り勘でねお金出し合ってたんですけどでもねなんかそ,それこそ高校時代は例えば3人で取りに行くとするやんで今400円やから1人100円ずつであと誰か1人が出すみたいなでまあそれの残り200円出す人じゃんけんみたいなのしててんけどなんか大人になったらもうみんなが大人になったからかなあ出す出すみたいな感じでさ そうじゃんけんけとかもなくなくったみんな自ら「あ出す出す」みたいな「お座りだったーってなる <laughs>「100円ごときで」ってななってな慣れたのが大人の証拠なんかなね値上がりしてるねやっぱり。 あのね、それこそ体育祭期間とかもうね1時間待ちとかのほんまにアトラクションぐらい特にこうみんなから人気のプリクラ機がもう1時間待ちとかやったんよ。でもうなんていういろんな高校から JK が集まってさ体育祭とか文化祭ってみんなとるからさやからもうねなんていうん、こう今並んどくから。 あっ,ちあっちも並んどくとかすごかったのほんまにとか1回につき6枚ぐらいに撮れんねんけどその6枚を分けるみたいなメンバーメンバーみたないなそのなんていうの仲いい友達とここのペアで撮ってここのペアで撮ってとかそう使いこなしてたよプリクラ機を。 ね譲り合いが始まりましたよ <laughs> こんばんばは劇場のコインロッカーあそっかあれも出し合い譲り合いすんのみんなあ私出すみたいな <laughs> なるほどねいいね大人になりましたそんな私も 明後日しあさってあ日、明あさってしあさってまだか4日後には成人式を迎えます振 <laughs> り袖も楽しみにしておいてください成人式ね大人,大人への第一歩もうなってるか大人に <laughs> ちょっとでも 成長した姿を見せできるもうどうしよう成人式の時も前めっちゃなんか「大人ぶってたらごめんな」なんか「何ですか?」みたいな <laughs> インタビューとかも「えな何ですか?」って言ってむっちゃ「大人ぶってたらごめんな <laughs>」形から入るタイプやから。 ね、見に来てほしいイベントがあるのでね9日はえ申し込みまだ終わってないかなね来れそうな方はぜひともお待ちしておりますね朝早そうあ9日成人式ねほんまにみんな無事無事に取れたらな取れるというか7人 で、迎えれたらなと思います <laughs> お前どうする金髪もりもりみたいななってたら <laughs> あみんなモバイルと倉庫申し込み今日までやって映像倉庫枠よければ9日お時間ある方は3時からやったかな是非見に来てください 待っておりますあと30分やっててみんなお待ちしてますでも、まあね、平日か平日やねやからあそっか3時やからそうねお仕事終わりも厳しいかもしれんけどもし行けそうな方はお待ちしておりますほんならランキング読みます13位りーさんありがとうございます12位まさひげさんありがとうございます えー、11位杉沢さんありがとうございます。あ、祝日か祝日やってさ。みんなまあ、でも仕事の方は仕事やね。ほんで。10位清文さんありがとうございます。そして今日徳島和さんありがとうございます。8位。よぎよぎありがとうございます。え7位の原信之助,之助さんありがとうございます。 えー、6位、漁師さんありがとうございます。えー、5位、友んマイラブーありがとうございます。で、4位、パンチョさんありがとうございます。んで、3位、マイチありがとうございます。3位、3位。んで、2位、ゆうか今年もよろしく、ありがとう。よろしく。で、1位が、まるる、ありがとうございます。 るまるありがとうみんなそうねお仕事も頑張ってくださいしたからほんまやお正月休みでみんなねお正月明けてお仕事しんどいかもしれませんが一緒に頑張りやしょう みんなありがとうございました。またねー。キるでいいきるでいいみんなあ <laughs> けましておめでとうございました。お疲れさまでした。ありがとうございました。バイバーイみんな。